はい、ということで、今回はダスティートリップのバグ小技都市伝説検証企画ということでやっていきたいかなと思います。はい、まあ、トイレタワディフェでもやったし、ブロフルでもやったし、動画ハンタワディフェでもやりましたよね。まあ、大体どのゲームにも、まあ、バグだったり、小技だったり、これ本当なのみたいな噂、都市伝説みたいなのがあったりするんですよ。なので、それを今回は一個一個見ていって、まあ、実際にそれが本当なのかどうかってのを見ていきたいかなと思っております。はい。今回とりあえず今既存聞いてるやつ、視聴者や動画班から聞いてるやつが4つだね。今んとこ4つ聞いてる。なんだけどもしかしたらそれ以外にもねいっぱいあるかもしれないので、よかったらねこういうのあるよってのがあればコメント欄とかに書いていただきたい。かつまあ動画の皆さんもちょっと待ってこれも検証してみようみたいなのがあれば教えていただけると嬉しいです。この動画見て面白そうだなって思った人、チャンネル登録とですね高評価コメント書いていただけると嬉しいです。はい、じゃあやっていきましょう。まず、1個目、これ、動画班分かりやすいやつだよね。動画班も全員知ってると思います。後ろにあるトイレの板を使うことによって、空を飛べる。これはまあ動画とかでも取り上げてるから分かると思うんですけど、まあ初見の方もいると思うので、改めて説明していきたいかなと思っておりまする。はい。まあ、じゃあ、寿司説明しろ、ちょっとこれ。はい、ちょっと寿司ボデーさんが説明してくれます、これ。って、このバグ、これだよ、これ。はい、この板ありますよね。本当にこの板だけで空飛べるんですか？掴んで、はい。あら、ビヨーンって乗って、進むんだ。はい、進めます。はい、いいお寿司の公園、もう一回ほら。はい、この板を使って進むことができると。まあ、これは多分一番有名な、まあ、ダスティートリップのバグ技なんじゃないのかなっていう気はしていますね。多分これ二人乗りは無理だよね、寿司ね、さすがにね。俺も乗ってみるか。多分一人用だと思います。ほら。そうだね。多分、寿司ボデー一人以外は多分乗れないみたいな感じですね。かつ、3、5倍線ちょっと用意してもらえる？バグ車みたいなのが作れて、要はエンジンいらず。はい、非常にエコなものを作ることができて、こちらです。はい、車のボンネットとタイヤを組み合わせることによって、移動できる？はい、このような感じでいけると。はい、まあ、これもまあ、有名なバグ技なんじゃないのかなっていう気がしています。はいはい。まあまあ、これは有名だよね、比較的ね。これね、スワンコくんが見つけてきてくれた、噂？説？小技？みたいなのがあるんですけど、スワンコくん言ってもらっていいですか？レアちゃんが当てた車のタイヤ。これです。あの、F1。高級車。あの、めっちゃ高かったやつ。課金しまくったやつね。はい、その車のタイヤと、この初期の車のタイヤを組み合わせることによって、一番速い車になるだって。本当にそれ？ガチなの？まあ見た感じなんかそうは思えないけどね。ほら明らかに合ってないぞ。ほらサイズ感的になんだこの車はみたいな感じになるんですけれども、はい、ダスティ上最速の車になるらしいです。ちょガソリン入れてみよっか。こちらの下の車がスーパーカーですね。15000ロバックスぐらい課金して当てたやつになります。では、これは初期の車ということなので、かっこいいね。できれば普通の車と比較したいな。タイヤ運ぼっか、通常の道路に。通常のやつと、その、今回のやつがどのぐらいのスピード感が違うのかみたいなの確かめたいね。そうだね、それが成立することによって、もうだから、そのタイヤさえ使えば、なんでも速くなるみたいな感じになっちゃうよね。はい、ということで皆さん、無事組み立てることに成功しました。はい、こちらですね。まあ、見た感じなんか遅そうな感じですけど。じゃあ私ちょっと助手席乗りますね。そうだね。100メーターまで普通に運転してみよう。ちょっと待ってね。あら、ひわせくん。ひわせくん乗っていいよ。はよ、乗れや。もういいよいいよ。じゃあもう閉じといて。はい。じゃあ行きましょう。いいよ。普通にアクセル全開でやって。さあ、スタートしました。ん？早い？って。これ最速なの？え？さあ、ん？もう一回止まろうか。止まろう、止まろう。はい。のちゃん止まろう。はい。じゃあ、通常のタイヤに切り替えよう。え？これが最速？スーパーカー乗った方が速くない？速いわって。速い？まあ、そうか。でかい車だから速く見えないだけか。あ、でも、3号パイセンのさ、バグ車と同じぐらいかもしんない。スピードとしては。ほんとか？え？ゆうとが天高く飛んでったね、あいつ。通常のタイヤに切り替えてみようか。比較してみましょう。どっちが速いのか。どうなんだろうな。全然わかんないけどな。今のが140だって。140キロ。あ、出てたみたいです。え？でもさ、スーパーカーって200キロぐらい出てなかったっけ？気のせいか。そんなことはないのか。はい、通常の車です。これが多分ノーマルです。普通のやつだね。普通のごく一般的な普通の車になります。
さあ何キロまで出るのか、はい、初心者はだいたいこの車乗ることになると思うんですけど、行っていいよ。はい、スタート。なんか一緒にしか見えんけどな。どうなんだろう。120。あー、まあ20キロ変わるのか。人なしで行こうって。人なし、まあでも変わらないんじゃない？変わるのこれ人数で。なんだーあ、オッケー、はいはいはい。なんだ今の。うん、横転事故もいいよ。まあまたその YouTube のさ、あの YouTube で横転した動画みたいなんだよ。またそれ引っ張ってきてさ、もういいだろ、もう何回も何回も。もう一回さ、スーパーカーのやつできる？スーパーカーのやつ。それで、俺一人で運転してみるわ。それでどう変わるのかだね。はい、見まーす。誰かが乗った状態で140キロがマックスだったよね。まあ果たして、どこまで行けるのか。はい、140までとりあえずは行けるね。はい、140。待って、これ待って待って待って。160キロ行けるかも。160キロ行けた。あとさ、160キロのメーター超えた。え、これ早くない？これスーパーカーより速いかもしんない、この速さ。はい、まあこれは、横転したけど間違ってないかも。もしかしたら合ってる可能性十二分にありますね。噂によると速さのやつが壊れる。そう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 、あの160キロ超えた。なのでまあ実質壊れたと言っても過言じゃないんじゃないのかなって気がしてますね。はい、ということでこれはまあ説立証でいいでしょう。じゃあちょっと動画はもう一回最初からやり直そうか、死んだ人いるから。さあ、ということで次の、都市伝説、まあ検証、まあバグ小技になるんですけれども、ロープガンって知っていますか？だいたい2万メーターぐらいに出てくる、まあラジオタワーみたいなのがあるんですけど、そこで手に入るアイテムがあるんですよ。はい。さあ、こちらですね。はい。今回はこちらのこの、ロープガンを使った、まあ小技、まあ噂になります。はい。のっちゃん、ちょっと発表してもらっていいですか？これを使って、ゾンビをショップで売ることができると。ということです。皆さん、ショップわかりますか？ショップの中に、アイテムが売れる場所があるんですよ。そこに、このロープガンを使って、無理やりゾンビを、その売るところに連れていくってことだよね。そしたら、ゾンビを、売却できると。じゃあ、いくらで売れるんだって話なんですけれども、それが本当かどうか、まあ、小技だよね。検証していこうかなと思います。ちょ、参考バイセン、ちょっとさ、何メートルかまた見に行ってもらっていい？あと、参考バイセン、ちょっと服装大丈夫？これ、著作権かからない？大丈夫？気のせい？これ、のっちゃんとか寿司が大好きな服じゃない。オールオッケー？あ、じゃあ大丈夫だ。はい、行きましょう。僕に価値がなかったのにゾンビに価値があるのかなーって。あの別の企画で、寿司ボデーを売却しようとしたら、あの寿司ボデーさんは売れませんでした。0円でした。ってのがあったんでどうなるのかっていう話なんですけれども、さあみんな組み合わせていこう。3号パイセン竜巻に食われたらしい。確認できてない。何メーターまで行けた？ 3 号パイセン。相棒消失。1300メートルか。あ、待って、ってことはさ、これあれじゃない？ゾンビ捕まえないといけないんじゃない？のっちゃんね。ロープガンで車とゾンビをつなげるってこと？そういうわけじゃないの？どうやってやんの？あー、物とゾンビをつなげる。はい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 。それで運ぶってことね。その物を持つと、ゾンビがいけるんだ。見た方が早いかも。了解です。ショップを見つけてからかな、一旦はね。そっからだ、始まるのは。確かに、早いな、車な。今度からこれでいいじゃん。デフォルト、キャンピングカーよりこのぐらいがちょうどいいんじゃない？結局は。あとさ、余談なんだけど、ここ止まれる？レアチ。ここ気になるんだよね、地味に。ほら。なんかね、アップデートで、こういうものがなんか追加されたっぽくて、ちょっと下がれる？これ何なの？これ。ここに何かを入れることによって、こう、どうなるの？これ。そこにガスを入れる？はいはい。ここにガスをぶち込むことによってどうなるの？へぇー、オイルになる。ガスがオイルになる。ちょっと入れてみる？え、ガスある？ガスあるじゃん、ガスあるじゃん。ちょっとさ、ここに9リッター入ってるガスがあるので、ちょっとだけ入れてみようか、せっかくなんで。ここ？はい、例えば1リッターぐらい入れた。え、すげえすげえすげえ、動いてる動いてる動いてる。なにこれ、なんか出てない？ほら、ここに。ちょっとだけ入れてみるね。ほら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 。これオイルだ。ガスを入れるとオイルがこっから出てくるようになってるんだ。面白いね。こんな新しいやつも追加されてるみたいですね。まあまあ、今いらないでしょ。もうガス入れちゃいます全部。なるほど。こういう感じのものもあるんだ。あとさ、俺、もう一個素朴な疑問があるんだけどさ、ディーゼルっていつ使うの？ガスとかオイル使ってんじゃん。まださ、俺ディーゼル一回も使ったことないんだけど、使う車ってあんの？ディーゼルを。誰も知らないってことは、既存多分ディーゼル車みたいなの出てきてないのかな。Hello, my name is Rare. Don't forget your oil.
はい、なんか意味のわかんないこと言ってますね。はい、行くよ、じゃあ。そう、なんかダスティートリップってさ、いい意味でも悪い意味でも、長丁場なの、撮影が絶対。一個一個の撮影が長いの。こんな感じで基本車さ、ずーっと今、レア値しかやることないの。俺ら座って見とくだけだから、まあ、言い方を変えれば休憩できんの。なんだけど、眠くなるっていうね。寝落ちする子がダスティートリップ非常に多いんですよね。とか、いろいろチャットとかで雑談ができるんだけど、バイト終わりだからめっちゃ眠いって。そうだよね。猫チキちゃん何のバイトしてるんですか？ラーメン屋と。素晴らしい。ラーメン作ってんの、猫チキちゃんが。それとも今はなんか持っていくだけ？ラーメン作ってないんだ。なるほどね。あ、持っていくだけと今のところ。はぁ、いいですね。あ、ガソスタ止まろっか。ニートだと思ったらちゃんと働いてますよね、猫チキちゃん。だからもうクソ眠いらしい。ラーメン屋疲れるもんね、実際ね。死亡理由、ピアスがつけれるから？どういうこと？ラーメン屋でなんで働きたいと思ったのかって言った時に、猫チキちゃんそうやって答えたの、もしかして。いやー、ここのお店ピアスがつけれるのでって言ったの。言うわけねえ、ふざけんじゃねえ、お前嘘つくな、お前。なら、なんて言ったんって。猫チキちゃんなんて言ったの、試験で。いやー、どうしてうちのラーメン屋に来たいと思ったんですかっていうので、ピアスつけれるから。ちょっとなんかモノホンの匂いがするよね、なんかね。ガチでゴビって、本当に言ったの？なんでうちのラーメン屋で働こうと思ったのって。なんでうち選んでくれたの？え、ピアスつけれるから。え？ちょっと待って、すいません、視聴者さんね。僕の教育不足だわ。俺がもっと猫チキちゃんの面倒見ればよかった。ペアパヤレベルでやべえぞ。うちの動画班やべえぞ。うちこんなのしかいない。やばいな。その場で採用された。なんで採用するんや。なあ、それが正しいみたいになるじゃねえか、お前。おかしいだろうが。もうちょっとあるだろう、お前、理由。ピアスつけれるからってラーメン屋と何の関係あるんだ。そうか、猫チキちゃん悔しいけど、広瀬すずに似てんの。顔がガチで広瀬すずに似てるから、多分その場で可愛さだけで採用されたんだ。はい、まあまあいいでしょう。はい、 5000m。 はい、ないですね、ショップ。そろそろあるよか。皆さん、 7500m まで来てありません。はい、ショップが見当たりません。どうなってるんでしょうか。こういうなんか撮影するよってタイミングでさ、ショップが出てこないんだよね。あと撮影するよってタイミングで、ユートがダスティートリップレでチャットが打てなくなるんだよね。これバイト恒例です。これ大事な場面でユートがチャット打てなくなるんだよね。これダスティが悪いのかユートが悪いのかって話なんですけどね、本当にね。で、おそらくガソリンが尽きたのかな、これは。うん、エッジに煙が出た。あ、なるほどね。さあ、出発だ。寿司と猫付きとレアちゃん、なんか、寿司ー、はい、のっちゃんが戻ってきたタイミングで寿司がやられました。犯人は誰なんでしょうか。はい。さあ、グソクムシ殺人事件が起きました。はい、無限にやられてます。永遠にデスを繰り返す。寿司、お前、出てけ、お前、こら。おい、こら。あ、どっか行った。寿司行きました。はい、オッケー。殺人者はヘビーサーモンを持っている。んじゃ、それもう本人だね。泣くね、ショップ。これ、やり直す？ 4 人しか残ってないから。はい、ちょっとやり直します、ちょっと。ショップ探そう、もう一回戻って。はい。1205m で、でっかいショップと近くに家がある。はい、横転しました。はい、これ復活できなかったら、レアちゃんの努力は無駄です。はぁって。ちょっと待って、これ何が起こっとるんや、これ。ふざける。は？なじゃないんだね。さ、ショップに行くのってそんなに難しくないんですよ。つまり、運営側がダメだよって、これは検証しちゃいけないみたいな。呪術廻戦だね。ダメだ。その言葉は、彼にとって呪いになってしまう。みたいな。なんかあるよね、そういうセリフがね。あとは頼みます状態なんだよね、いわば。はい、戻ってきました。はい、戻ってくるがまたバグると。はい、無限にバグりますね、このゲーム、本当に。さあ、ということで皆さん、もう少しで、3800m、ショップがあるところに着くかな。あ、これか。ありました、ありました、ショップ。で、近くに多分家があるので、ほら、あるね。ゾンビもおそらくいるでしょう。はい、だから、ショップにゾンビを売るのが大事だから、なんか、バチバチ言われてるけどね。うん、バチバチ。あった、い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 た。これはさ、のっちゃん、倒していいの？いってー。飛ばされちゃった。倒して OK。OK。はい、倒して。ゾンビを倒して捕獲するらしいです、死体を。はい、ゾンビ売却システムですね。はい、ということで、なんかゾンビ飛んでいかなかった？大丈夫？はい、本来は、やられてしまった、はい、ゾンビさん、こんな感じでいるんですけれども、運ぶことはできません。あー、そういうことね。この物だね、物。くっつけますって、はい。だから本来はゾンビに、つけることはできないんですよ、ロープガンを。だけど、こういった落ちてるものを使って、ほら、ひっついたね。はい。それでゾンビを運ぶことができるということですね。さあ、出てきました。こちらです。はい。これで運ぶわけですな。
はい、ここ、あー、なるほど。お前これ新鮮すぎやろこれ。なやこの絵面。死んだゾンビを運んでいます。はい、このような感じで不思議な光景ですよね。ね、なんかかわいそうになってくる。まあいいや、とりあえずバグらせないように、あの目の前のショップまで、こちら死体のゾンビですね。まあゾンビはそもそも死体なんですけど、はい、あの運んでいきましょうか。こんな面白いことあるんだね。で、運んだゾンビをどうやらショップの中に、はい、持っていくらしいです。いいよ、のっちゃんお願いします。はい、こんな感じで運んでいきます。で、セルっていうところに入れないといけないらしいんですね。さあ、問題はうまくここに入れれるか。グソクムシさんの場合は売れませんでした。ただゾンビを入れれますか。難しいね。ゾンビをこのさ、この上に乗せるのがむずいのか。まずやってって、誰か上手い人いる？自信に。俺がやってみるか。うん、誰かやって。無理だわ、俺には無理だ。あ、皆さん、これ決してあの死体で遊んでるわけじゃありません。はい、あの検証なんでね。はい、皆さん、あの変なコメント書かないでくださいね。うん、死体で遊ぶなっていうコメントあるかもしんないけど、遊んでないですからね。あ、やっちまった、誰かが。あ、いや、なんかね、バグで勝手にターレットが起動するケースがあるらしい。さあ、これいけたんじゃない？どう？はい、ゾンビをじゃあ売ると、いくらになるのか。待って、51ドル？これガチなの？これ。え、ゾンビって50ドルで売れるの？ガチ？って。50です。このおじさんは一体何を考えているんでしょうっていう話ですね。はい。ゾンビガチで50になったわ。寿司ボデー乗って。まあ、一応もう今日の動画終わりなんですけど、これで。寿司ボデーさんがここにいると、はい、0ドルですね。あの、寿司ボデーは、あの、売る価値がないと、値段にならないわけですね。あ、閉じ込めてていいよ、もう。はい。さ、猫チキがなぜか挟まってますね、車に。バグるなってって。あのさ、なんでこんなバグるん？まあ、バグ小技集だから。ほらー、猫チキー。はい、これもバグです、皆さん。はい、これもね。まあ、一応こういうのが紹介したかった。今回の動画はバグ小技なんでね。あの、こういうバグも起きますよっていうことで。まあまあいいでしょ、全然ね。いいよいいよ。はい、行こう。どこまで飛んだんや、俺らは。なあ。ビス地から進むと、なんかあるって聞いたことがある。確かに、まずさ、ここなんなの？これ。おーい、大丈夫かー？みんなー、何が起こってるんや。うん、目が回るねーって、そうだねー。はい、のっちゃんはすごい落ち着いてますけど、寿司ボデーさんもね、あたふたしてるよ、ほら。皆さん、初期時点から、ちょっとまあ別のね、あの、都市伝説にもなったんですけど、ほら、なんかさ、奥の方になんか見えるぞ、これ。なんだ？これ太陽か？なんかさ、透明のさ、四角のブロックがある。これ何？これ、ほら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 。何これ？これ初期地点から進むんですよ。これ後で紹介しようと思ったんですけど、ほら、謎の透明なブロックがある。マジであるんだって、なんだお前。お前、適当にでっち上げて言ったんじゃないだろうな、まさかな。お前、まさか嘘ついてんじゃねえんだろうな。皆さん、これも都市伝説です。はい、考察してみてください。あたり一面砂漠の中にある透明なブロック。あれは一体何なのかと。はい、こちらもね、ちょっとまあ、後でね、また検証していければいいのかなと思っていました。はい。今日初めて、マクドナルドのバーガーを食べただって。どうでした？お嬢。お嬢のお口に合いました？マックは。ピクルスの味はアメリカで食べた、キューベンサンドイッチのピクルスよりはマシでした。はい。まあ、レイちゃん、あの、アメリカでも食べるらしいんでね。普通のハンバーガー食ったんだ。まあ、美味しかった。結論は美味しかったの？どうなの？あの、ピクルスの味って言ってるけどさ、うまかったんでよかったです。お気に召してよかったです。はい。あれ、ショリアちゃん、普段はナイフとフォークとか使ってステーキ食べてるんでしょ？あ、うん、うん、そうらしいです。はい。なかなかね、こう、なんか庶民の味というか、はい、あの、和食みたいなの食べないですよね。やっぱりお嬢なんで。こういう我々がね、普段口にしてるものもちょっとぜひ、ちょっとレア様にはね、あの、お口にしてほしいっていうのはありますね。レアちゃん、コンビニのご飯とか食べるの？コンビニの弁当とかさ、コンビニのおにぎりとか食わない？もしかして、レアちゃんって。コンビニのお弁当はあんま美味しくない。そうか。あ、でも食べるは食べるんだね。じゃあカップラーメンとかも食うか。いや、だからレアちゃんが食べたことがないやつを食べさせてあげたいね。あ、おにぎりは好きなんだね。あ、よかったよかった。食べるなよ、コンビニを！ということで皆さん着きました。はい、ということで皆さんいかがでしたでしょうか。
ダスティートリップ都市伝説爆小技集でした。他にもねこれ知ってるよみたいなのがあれば、チャンネル登録と高評価、あといっぱいコメントね書いていただければ、第2回第3回とね検証していこうかなと思いますので、今後とも皆さん応援よろしくお願いします。はい、ということで今日の動画終わりです。皆さんお疲れ様でした。はい、ということで最後なんかあれだね、 RPG でも打っとくか。はい、お疲れ。うん、壊れないんだね全然ね。うん。